前回のあらすじ、しに行こうよ。そうだね。それじゃあいよいよ本当に最終決戦と行こうか。まずはゆかりからだ。でも一体どこに身を潜めてるんだ？全く見つからない。まあとりあえずは私の家に行って考えてみようよ。しばらく帰ってないから戻りたい気持ちもあるし、まあありえないけど、そこにそいつらがいるかもしれないじゃん。いるわけないじゃん。まあでもこれでマリコの機嫌損ねたら嫌だし、とりあえず行ってみるとするか。よし、じゃあマリコ、案内してくれるかな？うん、いいよ。結局ジェンヌ様から答えをいただくことはできませんでしたね。ああ、しかし私たちが言っている人物って言っていたが、あんなふてぶてしいやつ、私たちの知ってるやつにいたか？正直身に覚え。あ、ん、ミュウどうした？もしかして。なんか食べたら昨日のご飯がこんにちはしてしまうわ。ほら、さっさと行くぞ。もう、仕方ないなぁ。じゃあ行きましょう。でもミュウってどこ行ったんだろ？確かミュウの行きつけのお店があるって順次から聞いたことあるんだぜ。そこに行ってみるか。了解です。無事戻ればいいけど、もし戻らなかったらトイレもお風呂も一緒だからよろしくね。急いで今日中に探し出すぞー。ミュウいるかな？本当ですか？もう、面白いです。ミュウの声するんだぜ。もう、安倍さんったら。ねえミュウ。え、あ、霊夢さん、こんにちは。て、じゃあ、バレたー。消えろー。え、ちょっと待って、違う。もしかして、安倍さんなんじゃ。まさかあの時の、そんなバカな、なんとなくそんな気がするんです。ゆかりさん、一度あのウサギを出していただいてもよろしいでしょうか？わかりました。相変わらずふてぶてしい顔してるんだぜ。それでミュウ、ここからどうやって本人って特定するんだ？はい。それでは行きますよ。すみません、そこのウサギさん。やらないか？マジかよ。これは。すごい。うぐ。え、ゆかりゆかりさん。見つけたー。え、今の声は？いやー、探したよ。さあ。覚悟してもらおうか。このタイミングかよ。皆無、もう待つことはない。このままあいつを切り刻んでしまえ。命令するな。さあゆかり、覚悟しろー。皆様、本日はトライアングルチャンネルをご視聴くださり、誠にありがとうございます。もしこの動画が面白いと感じてくださった方は、高評価、並びにチャンネル登録してくださると嬉しいです。ちなみに登録方法は、概要欄の下の赤いボタン、今出ている画面の矢印の先をクリックしてくださると登録できます。それと、サブチャンネルの方でも動画投稿しておりますので、よければそちらもよろしくお願いいたします。最後は霊夢の一言でお別れです。ではどうぞ。長きにわたるこのシリーズ、とうとう次回、本当に最終回です。ぜひ次回、見てくださいませ。